回はプラザで売っていたこのスライムキットで遊んでみたいと思います。ソースライムシェイカーズっていうやつです。これすごい色がパッと見た感じすごい綺麗で、ピンクと黄色と緑青みたいなやつです。スライムを作るやつの他にホログラムとか、あとこのサプライズっていうやつも入ってます。で、私はユニコーンと星とうんこがいいです。そう、うんこ今ねクラスで流行ってんの。じゃあ、おお、何が入ってるかな。あ、この中にお願いします、お願いします。超嬉しい、星が出ました。で、作り方の説明書も入ってます。で、入っていたのはカップ、パウダー、グリッター、サプライズフィギュアです。じゃあ次、黄色の方、うんこかユニコーン、うんこ、あ、うんこ、え、髪引きじゃない、ちょっとうんこ出たよ、うんこ出ました、すごい、うんこが王冠かぶってます。なんとうんこ様になって、あ、かわいいホログラムで、黄色こんな感じです。うんこ、次ユニコーン出たらちょっとすごいね。じゃあどうでしょう、あー、かぶった、星、はい、なんと星がかぶっちゃったんですけど、まあね、うんこも星も出たので、まあすごい嬉しいです。あ、ハートイで、これは水色でした。これカップが緑なんですけど、では早速作っていきたいと思います。レッツゴー。まずピンクから作りたいと思います。まずグリッターなしで作ります。カップの中段のラインまで水を入れたら、すぐに蓋を閉めて30秒シェイク、すぐに蓋を閉めて30秒シェイク。あ、漏れない、なんで。で、蓋を開けて5分間放置。触ったらまだ全然トロトロしてます。手にくっつく。その間に黄色とか緑もやっちゃいます。黄色ちょっと黄緑気味だけど、おー、ピッタ。今思ったんだけどさ、黄色いスライムの中にうんことかちゃった企業側の陰謀かもしれない。香りはしない。次、緑じゃない、青作ります。ぴったり。コアクトを食べます。上から水とこんな感じです。はい、ちょ、ピンク一番最初に作ったやついけそうなのでちょっと出してみます。あ、なんだこれ、超なんかブニブニしてて伸びる。色がめちゃくちゃ蛍光色で綺麗です。すごい、ブニブニ、うわ、超伸びる。でも音はしない、ふわーってやると超伸びる。もうなんか触ったことない感じがする、ふわふわしてる。じゃあちょっとこれ混ぜます。綺麗。わ、水着の下、水着の下、わあ、すごい綺麗。コーンスライムちょっと感触が他のと違うからちょっとうまくできるか分かんないけど、韓国の人の触り方はこう空気を入れるんだって。ここ風船を作るの。うん、次行きます。ちょっとこのまま次触ります。そしたらこっちにもつく。お、スライムが見えなくなる、服のところに持っていくと。あ、めっちゃ綺麗。あ、さっきよりも水が少なめだから、ちょっとさっきより弾力がある感じ。
ラメがふわふわしてる。このラメも何が出るかわかんないのかな。うわ、このラメめっちゃいいね。そのやり方が韓国でしょ。うん、うんこがやってきた。今時うんこだよね。やばくない？うんこだけに。うん、じゃあ次青。そっか、水少なかったのかな、これ。なんで量が少ないんだ。うわー、こう伸びる。蛍光ペンと同じ色。はい、じゃあこれ入れます。超かわいい。これかわいい。あっ、くしゃ、天の川みたいだね。思ってたのと違う感触で、すごいびっくりしました。初めて触ったこういうので、水を多く入れれば入れるほど柔らかくなって、少なければ少ないほどなんか弾力がある感じになります。私の好みはこれです。ちょっと水多めの方がいいと思います。気持ち多め。水入れすぎてちょっと手にくっつく感じになっちゃってもまずいので、ちょっと調節してみてください。思ったよりすごい可愛くて、初めての感触のスライムができたので良かったです。裏返って今良かったです。皆さんもぜひ遊んでみてください。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。